精神。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーギーツデラックスレーザーレイズライザーです。はい、ついにサポーターライダーの変身アイテム来ましたね。自分の推しライダーと一緒に変身したり、推しのライダーをサポートすることもできる、僕らライダーファンからすると夢のようなアイテム。バックルと変身アイテムが別々に発売され、サポーターライダーは4人登場しておりますが、こっちにはジーンとベロバに変身するためのレイズライザーカードが同梱されております。別売りのカードはもう2枚あるのと、もうネタバレになりますが、ギーツのレーザーブーストフォームの片割れとしても使われると。推しライダーの変身ベルトの一部になれるとか、最高の夢のアイテム。ではレビューしましょう。てか、サポートライダー系はジーンとベロバは最高にかっこいいんだけど、キューン・ケケラは人型でも良かったかなと思ってはおりますが、今後サポート技とかが推しライダーといい感じに組み合わさったりするのかな。出た、ジーンが持ってたやつ、むちゃかっこいい、すげえ、まんまだ。え、サイズとかも割と本編準拠じゃね、1分の1に近いんじゃないの。ボリュームすごいいいよ。ここロック解除か。おー、外れてこんな風になってんだ。で、ここが、あ、こう上に動くわけね。ベロバが、ベロバもジーンも使ってましたね。グリップとかも完全に固定なんだ。あとはトリガーが動いて、いつものこういうスイッチが稼働するし、ほら、ピン配列あるからデザイアドライバーで特別な挙動で動作するんすよ。そしてサポートライダーの変身カードで、これ裏側に自分の推しライダーのクレスト入ってるんすよね。サンプル画像で知ったわ。むしろ開封時に驚きたかった。おー、でも相変わらずベロバはライダーの姿が分かっても、ちょっと顔の位置とかは分かりづらいな。ここが角か。サポートライダー最初からカードハマってたけど、おー、すげー、なんかぬるっとハマる。おー、すげー、ジーンじゃん。で、わー、ちょっとやばいね。ってことで中身はこうなってて、レーザーレイズライザー本体とジーンレイズライザーカードとベロバレイズライザーカード。はい、まずレイズライザーカードは僕らでおなじみのライダーカードとほぼ同じぐらいのサイズになっていて、透明なクリアをベースに、これはシールか？プリントか？シールだ。表面はシール、裏側はこれはプリントだ。クレスト部分はこの光ってるところがキャラごとに違うんですよね。ジーンは左上、ベロバは右下。これ個別認識どうなってんだろう。で、この向きでジーンの顔になってて、複眼とラインとポインターね。さらにベロバのレイズライザーカードをぐるっと見回すとこうで、これもシールとプリントで表現で見比べるとあ、ここか。この部分の溝の形状が違うんで個別認識してるんだ。ちなみにコア ID のクレストの大きさよりちょい小さめ。そしてレーザーレイズライザー本体ぐるりと見回すとこうで、最初から電池は入ってて、電源とここにスピーカー、グリップ側に認識ピンがあって、ここでホルダーとかデザイアドライバー対応と。反対側は特にないんだ、銃口側。はい、銃口側はこうなってて、ブラックよりのガンメタリックの成型色をベースにホワイトとかメタリックパープルで塗装がされております。上側にロック解除ボタンがあって、ここを押すと前面部分がこのようにガチャッと外れますね。ここすごい気持ちよくはまる。そして外したこちら側にカードのイラスト部分がちょうどいい位置ではまるように、キャラの色が入ってる方を銃口側にして、ここにスリットがありますので、この位置ではめ込むと、はい、ガチャッとはまると。これでジーンとかベロバの変身前状態が完成ね。で、引っこ抜くと簡単に抜けますので、ベロバもこっち側を銃口にしてはめると、はい、変身前状態が出来上がると。では音声遊び行きましょう。こちら側には音声ユニットありませんから、あくまで本体側から音声が鳴るのみで、何もセットしてない状態で電源オン。レ
松岡さんボイス、ビジョンドライバーと一緒、キリト君だ、キリト君。イケボすぎる。 LED が、あ、ここの辺だ。それが反射してこっちまで光ってるように見えるんだ。でトリガーを押すと重力、めっちゃシンプル。レバーは、あ、この状態でもうなんの、大気音きた。カード入れなくてもこの辺は鳴るんだ。じゃあ人員変身いきましょう。カードをセットしたら本体と連結。変身。変身音ね。最後ワンオンみたいな狐の遠吠え、動物の声入ってましたね。これ本編では気づかなかった。そして退去の時点で大興奮なんだが、いつものレディーファイトとはまた全然違う。レーザーオン、ジーン、ローディング、レディーファイトで、はい、仮面ライダージーンのレーザーレーズライザー状態が完成しました。後ろから見ると結構スカスカだね。ちゃんとさ、推しライダーのクレストが大きく目立ってるのがかっこよすぎる。で、こっから射撃で、あ、変わんないか。めっちゃシンプルな重力音。で、サポート技と必殺。フィニッシュモード、レーザービクトリー、さらにサポート技。おお、これもジーンが技術に使ってましたね。特殊攻撃はこの2種ですが、これを連続で倒すと、あ、交互なんだ。そういうわけね。で、これがキャラチェンジすることで発光とか変身音が変わるわけでしょ。じゃあ続いてベロバ。そう、これこれ、めっちゃ機械音声なんすよ、ベロバ。レーザーオンからのベロバ、ログイン、レディーファイトで、ここは松岡さんボイスとは違う感じになりますよね。そして、猛牛のウォーンっていう、ここでも鳴き声鳴った。カードが変わっただけなのに、発光色とかも変化で、ジュリギオン変わんないけど、だいぶ雰囲気、変わるね。見た目の変化感じるわ。そして必殺とサポート技。ここは変わんないか。変身音もう一回聞こう。ここのね、脱着の気持ちよさ、あと脱着音のキューンからのブッシューン、これすっごいいいね。
からのジーンね。脱着簡単。カード入れ間違えちゃったけど、入れ間違えるとこれはまんないんですよ。すごいちゃんと作ってある。やっぱジーンすごいヒロイックだね。あと耐久音最高すぎんか。いいよね。あ、ここ触ってもこうなるんだ。このテンポよく音切り替わるのいい。あとはどうやって認識してるかっていうと、ここにも分かりやすく出っ張りがあるね。でジーンは2つ押されてるから、ほらこうなる。でベロバーは3つ押されるのか。ほう、真ん中残すとキュン、真ん中押すとケケラか。それ以外はなさそうですね。ないな。なのでサポートライダーは4人ってわけだ。じゃあデザイアドライバーと連動いきましょう。ここにピン配列ありますから、そのまま差し込むと。何今の起動音。え、で終わり？待機音とか何もなってない。あ、反応何もしない。何もしないんだ。ちなみにこの状態で、この状態ではめ込むことは無理だし、僕の予想は、これ両方から連結すると思ってたんだけど、そもそもこっちにピン配列ないんで、見ての通りこう、はまるんだけど、あ、ほんと何も反応しないわ。しかもこんな形状だからデカバックル組み合わせとかも、いけない？あ、いけない。ここの辺のパーツで、この辺が干渉する。ダメだ。ってなると小型バックルと組み合わせるぐらい？ハイパーシールドビクトリーって感じで、これは干渉せず組み合わせられるけど、他のデカバックルははまんないようになってますね。まあ確かに本当はこうからここまでぶった切らないといけないレイアウトがこっちまではみ出てますからね。まあもちろんホルダー系には問題なくはまるとして、マグナムシューターとかはどう？あ、全然はまんない。ここ引っかかるもんね。なのでレーザーレイズライザー自体で確かに完成してる感はありますけど、割と他のデラックスガングとの組み合わせは制限されてる感じですね。これは早くブーストマーク2が欲しい。では残り2人のサポートライダーはバックルの方で紹介しましょう。以上、仮面ライダーギーツデラックスレーザーレイズライザーの紹介でした。